はい、それでは午後の学びに入りたいと思います。一言お祈りをさせていただきます。愛する御在天のお父様、このようにしてまた、午前中の礼拝のお話の、テーマで深く学べる、午後の学びを感謝いたします。願わくばどうぞ聖霊様によって、さらに深く理解する力が与えられますようにお願いいたします。この祈りを感謝して、愛する救い主イエスキリストの名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。はい、それでは、今回のテーマはですね、まだ悟らないのかと、これを聞くとちょっとドキッとするわけですね。しかし私たちは本当に悟ってないかもしれない。非常に今回の学びのテーマはですね、深くて、そしてまたサタンの欺瞞にも満ちていますので、その点に関してですね、深く皆さんとまた考えてみたいと思います。まず最初にこのイエス様の奇跡についてですね、それぞれ皆さんのイメージの中にですね、イエス様の奇跡といえばこのことだっていうね、いろんなこういうイメージといいますか、そういうのがあるかと思うんですね。で、今回テーマで挙げさせていただいたのが、5000人分のこの5000人分を養うというね、少ない食べ物を無限に増やすようなね、これはすごいと思いますよね。なかなかこれできないなっていうのが、イエス様の旧約聖書のいろんな奇跡を見てもそうなんですけども、創造主じゃないですか、神様ってね。イエス様は創造主って、創造するんですよ。創造する、だから創造っていうのは無から有を作るので、ないものがそこにできるというね。だからまさにこれイエス様のね、この創造主としての本質的なね、この奇跡だなと。もちろんイエス様はこういうことをね、聖霊によって成し遂げていくわけですけども、今回そのテーマに挙げたのが、その5000人分のね、人たちをこう養うというね。で、実はこの先ほど言ったパンを増やすというこの、奇跡は2回行われているんですよね。で、2回でどっちがどっちということで、それでちょっと最初にこれを頭の中を整理しましょうということでね、それでまずは5000人の方から触れたわけですね。そしてこれについてですね、ちょうどヨハネによる福音書ですね、ヨハネによる福音書ちょっと開けましょうかね。はい、ここにちょっとこれ、ちょっと待ってくださいね。ここにですね、大勢の群衆っていうね、人たちが出てくるんですね。で、この大勢の群衆が、イエス様についてきたっていうところから始まるんです。で、この大勢の群衆が結局5000人の人たちなんですけど、ちょっと背景についてですね、軽く触れておきますと、ちょうどこのシーンはですね、マルコによる福音書もちょうど6章なんですよね。で、マルコによる福音書、ヨハネも6章なんですけど、マルコによる福音書も6章で同じシーンが出てくるんですね。で、まずイエス様はこの人たちがイエス様についてきたときに、彼らをご覧になったときに、大勢の群衆をご覧になったときに、飼うもののない羊のようなその有様って書いてあるんですね。どういうことかっていうと、この人たちって救いに至る真理を知らなかったわけですよね。だから本当にまだ罪のどん底の中にいて、その罪の重荷に苦しんでいる人たちだったんですね。で、本来は彼らユダヤ人だったのでね、ユダヤ教の宗教指導者が彼らに正しい救いの真理を伝えられていたはずなのに、それを聞いたことがないような人たちだったんですね。はい、そこでイエス様はまずいろいろと教え始められたとありますね。はい、これがその救いに至る真理について、彼らは聞くこととなったわけですね。はい、で、その時の彼らの様子、初めてイエス様からね、バプテスマのヨハネの話を聞いた時に衝撃を受けた人たちがいっぱいいましたね。またイエス様のこの話を聞いた時に衝撃を受けるわけです。初めて聞いた、ね、希望が心に湧き起こって、
そして信仰が燃え上がるわけですよ。そしてその信仰にイエス様が応えてくださるときに奇跡が起こっていくわけですよね。はい、彼らの状態ですね、こういうふうに書いてありますね。ちょっとこれをお読みすると、人々は祭司たちと役人たちからは何の助けも受けなかった、まあ、これが飼うもののない羊っていうね、羊たちっていう、飼うものっていうのは羊飼いが羊飼いの仕事をしていないということですね。はい、でイエス様が彼らを養われた、霊的な糧を与えられた、これが群衆に救いの道をお教えになった時、癒しを与える命の水がキリストから流れ出たという表現がありますね。はい、この癒しというのは、まあ、罪の病からの癒し、まあ、霊的な意味、ね、そして物理的な、癒しも含まれているわけですね。人々は神の御子の口から豊かに流れ出る憐れみの言葉に耳を傾けたと、でその言葉はどういうことか、単純で率直で彼らの魂にとってギレアデの香油のようであったと、本当に、まあ、彼らが初めて耳にしたこの単純で率直な救いの真理ですね。そして実際に霊的な糧が与えられ、ね、またその体、罪の重荷によってその症状が、ね、体に出ていたわけです。いろんな病でね、それを悔い改めて、そして許されて、そして許された証拠としてそれが取り除かれるようなね、そういう経験をしていくわけですね。はい、だから病気に苦しんでいる者には安心と健康が与えられたとありますね。はい、でこのように初めてイエス様から聞く、ね、言葉、初めて体験するこのような素晴らしい愛と喜びと平和の体験、もう彼らはこれの虜になって、そして自分がお腹空いてるとか全然忘れたんですよ。もう本当にイエス様に没頭したわけです、彼らは。この救いの真理ね。でその時に、まあ、彼らは自分がもう何時間も物を食べてないっていうことも忘れてるような状態なんですね。ちょうどイエス様が、まあ、この日はもうすでにね、もうイエス様、一番イエス様が大変だったんです。朝からずっとこの時間に至るまでもう働いて、もう夕暮れ近くなってきたわけです。でイエス様も食べてない、そして奉仕されて疲れている、ね、その様子を見ていて、まあ、弟子たちがちょっとそろそろ解散させて、ね、もう彼らはご飯も食べないといけないし、まあ、そういうことが弟子たちのだんだん気になってきてね、まあ、その様子が先ほどちょっとありましたね。はい、このあたりですね、ちょっと確認しておきましょうね。その日は彼らにとって地上の天国のように思われ、まあ、この5000人の人たちですよね、彼らはもう何時間も物を食べていないことなど全く念頭になかった。そしてもう夕暮れが近くなってほとんど過ぎ去った、まだ人々は立ち去りかねていたと、帰りたくないと、まだイエス様の話聞きたいと、ね、でもイエス様は終日食事も休憩も取らずに働かれたっていうね、さすがにイエス様も疲れと空腹でもう青い顔をしておられたので、弟子たちはもうこの働きやめましょうとね。だけどイエス様はこの飼うもののない羊たちの前から退くことがおできにならなかったということですね。まあ、これはね、緊急事態だと思いますね。というのがイエス様はもともと無理はされない方なんですよ。というのが弟子たちにこの前にね、ちょっと今日触れてないんですけども、聖書読んだら分かるんですけど、弟子たちに少し休憩しなさいって言ってるんですよ、この前に、ね。なぜかっていうと、まあ、弟子たちも本当に働いて疲れていたので、イエス様は過労に陥らないように休憩する必要性をまず弟子たちに投げかけておられるんですね。だけどそのイエス様がもう青い顔をしてるって書いてあるのは、これ矛盾じゃないかと。人には休憩って言って自分は、ね、休憩されないのかと思うかもしれませんが、これ緊急事態なんですよね。まあ、例えば緊急事態に、ね、人を助けるっていうのを、これを原則を無視してるっていうかどうか、ね、例えば安息日に、
まあ、私たちはね仕事をしないということは原則ですけども、しかし例えば緊急事態が起こることがあるんですよ、まあ、私も先週ねちょっと体調不良で休ませていただきましたけども、ね、例えば家族がそういう状態になった時に誰かがその人を看病しなくちゃならない状況になった時、ね、安息日に、まあ、そうして看病することをこれ仕事だって言って原則を無視してるって言えるかどうかですよね。やっぱり緊急事態の時にその人を、ね、誰も見る人がいなかったらやっぱその人をケアしてあげないといけないと思うんですよね。だからまあイエス様はまさにこの5000人のね買うもののない羊の状態だったので、彼らを今彼らに必要なものを提供する霊的な糧、物理的な糧、ね、これはあの原則をイエス様は捨て去っているわけではなくて過労というね、状況であったとしても、ね、だけどここでイエス様は、まああのまあ、働きをやめる前にこの、多くの、ね、人たちはもう朝から何も食べてなかったという事実がありますので、まあ、そこでイエス様は彼らのために、まあ、食事を備えようということを弟子たちに提案されるんですね。これヨハネの6章9節ですか、はい、ここでピリポに言うわけですよ、どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようかと、ね、でこれはあのピリポを試そうとして言われたとありますよね。でご自分ではしようとすることをよくご存知であったっていうのは先ほど言ったパンを増やすという奇跡を行うことをイエス様はもう考えておられた。だけどまあ弟子たちのまずねあの啓発といいますか信仰のね彼らの信仰に気づきを与えるためにこう言われたんですけど、まあ弟子たちは普通に人間レベルで答えてますよね。200デナリのパンがあっても、めいめい少しずつしかいただくことが、まあ、一かけら一口ぐらいしか食べれないでしょうと、ね、で、そこでアンデレが持ってきたのが大麦パン5つ魚2匹でもこんなに大勢の人ではそれが何になりましょうというね、まあ、こういう弟子たちの様子がまずここに書いてあるわけですね。しかしイエス様は弟子たちにこのことを投げかけられた後次にマルコによる福音書6章の方にね早速この奇跡を始めるわけです。そこでイエスはみんなを組々に分けて青草の上に座らせるように命じられたと。このあたりからですねイエス様の奇跡の法則がちょっと見えてくるんですね。まず人々は100人ずつとか50人ずつ列を作って座ったと、ね、あの立ってうろうろするんじゃなくてみんなそこに座らせたというんですね。そして、イエス様は5つのパンと2匹の魚を手に取ってそしてそれを感謝して祝福して今度そのパンを裂いてその裂いたものを弟子たちにこう渡して配らせたわけですけども行き渡るだけじゃなくてみんなのものは食べて満腹したって書いてあるんですね。はい。そして、残ったパンくずがあるとそのパンくずとか、まあ、魚の残ったのを集めたら12カゴいっぱいになったっていうんですね。これが5000人分であったっていうすごい奇跡ですよね。はい。で、今回ですねその神様イエス様の奇跡の、ね、この中にいろんな教訓があるんですけどまずその非常に秩序正しいということですよね。100人とか50人とか列を作って秩序のうちにその始められたわけですよね。そして、この手伝いが必要ですよ。そういう人たちに、まあ、弟子がこれを配ったっていうんだけども人たちを座らせたりとかねこういうあの手伝う人たちが必要だって、まあ、弟子たちがそれを担ったわけですけども、そしてこれ一通り満腹になって余ったものもこれちゃんと最後は回収してるんですね。余ったから食べんからもそれに捨てたとか、ね、海にガリラ湖にそれ投げて魚の餌にしたとかそういうこと書いてないんですね、ちゃんとこれ集めているわけですね。で、このパンくずにも教訓があるということなんですね。でどういう教訓があるかというと実はこのパンを実際にイエス様からもらった人たちはすごいことが起こっていると今、
ね、イエス様はなんと私たちをね、まあ、心を霊的にも満足を与えて満腹を与えて、そして物理的にも今満腹満足を与えようとしてね、これを行ってくださったと、もう感謝と喜びに満ち溢れている。それを家の家族とか、もしくは待ってる友達とかに、ああこれ伝えたいなって、これ食べさせたいなって思ったっていうんですよ。でその時にこのパンくずを持って帰れることになったんですよね、まあ、そのことが、書いてありましたね、はい、ちょっと読むと、食べくずのカゴが集められた時、人々は家にいる友人たちのことを心に思ったと。あんなに12カゴあると、お土産ですよね、彼らはキリストが祝福されたパンを友人たちに分け与えたいと望んだ。この気持ちは分かりますよね。証を他の人たちに伝えたい、ね、もうその、思いと同じだと思うんですよね。しかしカゴの中身はそうした熱心な群衆に配られて、周りのすべての地方に運ばれたと、ね、本当にまあ、イエス様から与えられた、ね、証しといいますか、こういう奇跡も含めてね、いろんな証し、感謝すべき、喜ぶべきこと、それを他の方々にぜひ味わってほしいというのが伝道の原動力になると思うんですね。なんか逆を言えば、そういう経験をした人でなければ、まあ、このパンを食べた人でなければ、そのパンくずを、ね、他の人に与えたいと思わないように、本当にイエス様に出会ってイエス様に作り変えられた、その証がある人でなければですね、もう本当にそれを人に伝えたいっていうね、イエス様のね、そういうのがなかなか難しいと思うんですよね。だからまあ形式的に出てって伝道するっていうのはちょっと難しいっていうのは、そういうところがちょっと絡んでくるかと思うんですよね。はい、そしてここにとてもね重要なところがありますよね。秩序に始まり秩序に終わり、そして、それはどんどん運ばれていって、ご馳走になったものは魂の上を満足させるために天から下るパンを他人に与えるのであったというね、これがイエス様との出会いの私たちの人生の経験を他の方々に伝えていく様子なんですね、はい、そして神の素晴らしい事柄について自分が体験的に学んだことを繰り返して伝えていく、何一つ失われてはならない、一つも無駄に地面に落ちてはならない、はい、これがイエス様の奇跡の本質であると、ね、だから本当にそこには、まあ、救霊と、そしてその人たちの救いに関するテーマでイエス様は奇跡が進んでいくわけですね。だからイエス様はパフォーマンス的な奇跡は一切されなかったと、こう書いてありますね。キリストは誠の必要を満たすことのほかには、誠の必要というのは罪の解決のために、そして救いというね、一大テーマのために、それを満たすことのほかには決して奇跡を行われなかったと。そして、この奇跡の一つ一つは命の木に人々を導くような性質、この命の木っていうのは万国の民を癒す歯を持った命の木っていうのは今どこにあるかっていうと天国にあると言われてますね。だから天国に導くんですけども、罪の病から癒し、そしてさまざまなね罪の重荷から癒されていく、まあ、そのような回復を象徴する命の木に人々を導くような性質のものだったと言われていますね、はい、これが5000人のところで今回触れたことなんですけども、そして今度4000人ですね、まあ、これの違いはですね、もちろんシーンは違うけど、一番の違いっていうのはその群衆の人種が違ったんですよね。5000人の人たちはちょうど、これ祭りの杉越の祭りの時で、彼らがね外国から巡礼者として来ていたので、だからユダヤ人ですよね、外国に住むユダヤ人たちが来ていた、これ5000人だったんですね。で今もう一つ、もう一回行われるこれ4000人はですね、これ異邦人たちだったわけですね。だけどイエス様はこの異邦人たちにも全く同じく、ね、イエス様がいかにその、彼らを憐れんでるかっていうね、これ同じだと思いますね。ちょっとお待ちくださいね。
はい、例えばマルコ8の2から4、これはその4000人のところですね。この4000人の人たちはもう3日間ずっとイエス様と一緒にいたんですけども、まあ、実は彼らはある程度自分たちのお弁当みたいなものを用意してきていたと言われていて、しかし3日間ももう一緒にいたので、もう食べ物が尽きてしまったと。でイエス様はこの群衆がかわいそうであるというね、空腹のままでもう家に帰らせ、途中、ね、弱り切ってしまう、遠くから来ている異教徒だったりね、異邦人だったりするから遠い旅であるのでね、だからどう彼らをこの養うかっていうところでね、でまあ弟子たちに投げかけたわけですけども、弟子たちはちょっと気に食わないところがあって、まあ、5000人が養われたのに同じユダヤ人なので、彼らはね、まあ、このことに関しては特に言わなかったんですけど、4000人のこの異邦人のためにイエス様が奇跡を行ってパンを彼らのために備えるっていうのはちょっと嫌だったわけですね。だからあえて、まあ、こんな荒野でどこからパンを手に入れてこれらの人々に十分食べさせることができましょうかっていうね、偏見ですよね。はい、弟子たちの、まあ、そのような偏見があったわけですけどね。しかし、まあ、イエス様はその人種的な、まあ、先民だけしか養わないとか、イエス様はそういうお方ではないわけですね。イエス様の真理を聞いて、この罪からの解放をですね、信仰のうちに望み見る者には、まあ、先民だろうが、ね、異邦人だろうが、イエス様はそれは分け隔てされないわけですね。はい、そして同じくここに、今度はマタイの、はい、マタイの15章のところですね。同じく弟子たちにパンはいくつあるかと尋ねられると、7つありますと、ね、5000人の時よりは2個だけ多くなって7つになってますね。小さい魚が少しありますと、まあ、これは2匹だったと言われてますね。そして同じくまた秩序のうちに始まる、地に座るように、まあ、地面に座るように命じて、そして同じく7つのパンと魚を取ってこれを増やしたと。同じく一同のものは食べて満腹した。残ったパンくずを集めると今度は7つのカゴいっぱいになった。これが4000人の奇跡の話ですね。はい、ですので5000人にしても4000人にしてもですね、まあ、内容は全く同じようなね、イエス様からすれば同じような内容だったわけですね。はい、だけどちょうどこのシーンのすぐ直後にこの奇跡について全然違う精神を持った人たちがポンと出てくると、ね、これがパリサイ人だったわけですね。マルコによる福音書の8章の11節から13節まで、ね、パリサイ人たちがこのシーンの後ですよ、4000人の後に、イエスを試みようとして何をしに来たか、天からの印をイエス様に見せてくれと、ね、でイエス様はそういう彼らの様子をご覧になった時に心の中でね、非常に残念があって、なぜ今の時代は印を求めるんだろうかと、もう印は今の時代には決して与えられないという言い方を、ね、イエス様は心の中で、これは、心でそう探索して言われたということですね、思ったわけですね。はい、だけども、ね、そのイエス様は彼らを後に残して船に乗って向こう岸へ行かれたということなので、奇跡を彼らのために行われなかったということですよ。まあ、だからスルーしたということですよね。でここでその、まあ、イエス様にとって奇跡とは何だろうかということをね、まあ、これらのことをずっと考えて、皆さんと一緒に確認しながら考えているわけですけども、まずその罪の重荷に押しつぶされそうな人たちがそこにいて、本当に憐れむべき買うもののない羊のような人たちがいて、この人たちにイエス様が触れて、ね、救いの真理を投げかけた時に彼らがそれに応じていく、そして信仰がそこに燃え立つ、そしてその信仰によってイエス様はさらに、彼らの罪の問題にならず罪の重荷という、まあ、例えば病気の状態だったりね、そういうものもこう癒して差し上げるような、
そういうこのイエス様の奇跡の流れというのをね、私たちは見ることができるんですけども、これってイエス様からの自発的な行為なんですよ。だから絶対そうしなければならないかどうかっていうのはこれイエス様次第なんですよね。この受ける人たちが頂戴とかなんとかってこれ言えないので、だから自発的なものだから、まあ、今回は神の恵みのプレゼントという表現をしました。まあ、プレゼントっていうのはもらって当然ということじゃないですよ。プレゼントっていうのはその人が何らかの、ね、善意を持ってそれを提供してくださるわけですよね。はい、ですのでまあ、イエス様からすれば彼らが救われていくことが一番の、ね、喜びであって、その中で、まあ、必要な彼らのために満たしてあげたいというプレゼントがそこに添えられていくんですけども、このパリサイ人たちが一番興味があるのはこのプレゼントだけなんですよね。だから罪からこう回復していくという、ね、こういう私たちの魂の悩みを彼ら持ってないんですよ。自分たちがだっていい人だと思ってるので、罪の問題自分たちないからと思ってるんですよ。だから彼らが一番気になるのはこのプレゼントそのものですよね。だから彼らは知る人奇跡ばかり求めるわけですよね。はい、ですのでその奇跡というのはね、まあ、神様からの善意である、これは恵みのプレゼントであるので、まあ、これ自体が救いの目的そのものっていうふうに見てしまったら全く救いからかけ離れてしまう。でも実際はそういう人たちがなんと多いことかと。確かに神様のこの、奇跡っていうのはね、プレゼントは、まあ、こういうふうにありえないことが起こったりするわけですからね、人々の話題になったりとか、本当に心をねわしづかみするようなことが起こるかもしれないんだけど、これはやっぱり神様からの恵みのプレゼントであることを私たちは忘れてはならないし、プレゼントちょうだいちょうだいちょうだいっていう利己的な立場を取った人たちをイエス様はスルーされたと書いてあるから、それはね非常に私たちはね気をつけなければならないと思いますね。はい、で、このことがなかなかわからないわけですよ。弟子たちもこれ分かんなかったんですね。でなぜ分からないかというと、彼らは5000人の奇跡を見た、手伝った、4000人の奇跡も見た、まあ、手伝った、その後にまだ分かってないこの奇跡の本質をですね、神様からのプレゼントの本質が分かってない、そのシーンがマルコの8章の14節から16節までですね。はい、こう書いてあります。弟子たちはパンを持ってくるのを忘れていたので、船の中にはパン一つしか持ち合わせがなかった、一個しかパンがないような状態ですね。船の中で一つのパンしかないと、ね、でその時に、まあ、これでご飯パン一個どうしようかという、ね、そういう状況になるかと思うんですけど、まあ、その時にイエス様が一つのことを投げかけるわけです。それがパリサイ人のパンダネとヘロデのパンダネとをよくよく警戒せよと言われるわけですね。だけどこれを言われた時に弟子たち全然分かってなかったので、自分たちがパン持ってないことをこれイエス様は言われたという、互いに論じ合ったって書いてあるから、多分言い合いになってると思うんですよね。なんでパン用意してこなかったんだとか、いろんな多分言い合いになってると思うんだけど、全然分かってないからこういうことになるわけですね。はい、本当におかしなことだと思います。2回も5000人と4000人のね奇跡見ているのにもかかわらず教訓を得ていなかった、ね。そこでイエス様がですね、もうこの弟子たちのあまりにもその心の固くなな状態見るに見かねてですね、まあ弟子たちを叱責される記録があるわけですね。これは先ほどの続きですね。ちょっとこれを見ていくと、イエスはそれと知って彼らに言われた。なぜパンがないからだと論じ合っているのか、まだわからないのか、悟らないのか、あなた方の心は鈍くなっているのか。これでは終わり、まだ終わらないですね。目があっても見えないのか、耳があっても聞こえないのか、まだ思い出さないのか、ということで、本当にこの弟子たちの心の状態がどんだけ鈍いかということをイエス様はここでね
明らかにされて、そして気づきを与えようとされた、それがあの5つのパンを割いて5000人に分けた時のあのパンくずのカゴの数ですね。で弟子たちは12カゴですとちゃんと覚えてますね。で今度は7つのパンを割いた時の4000人の時、4000人に分け与えた時にパンくずはいくつカゴに残ったかと、7カゴです。分かってるちゃんとね、弟子たちはこの数だけ分かってる。でも数だけではなくてイエス様はまだ悟らないのかっていうね、この今回のタイトルはここから取ったわけです。まだ悟らないのかとね、何カゴを集めたかっていうことじゃなくて、そのイエス様の奇跡の本質について気づきが与えられるべきだったということなんですね。はい、そして、まあ、先ほどねイエス様があのパリサイ人のパン種、そしてヘロデのパン種に気をつけなさいという言葉がさっき出てきましたけども、そのあたりからイエス様が投げかけたいことを私たちはね悟ることができるわけですね。まあ、それでそのパリサイ人のパン種が何かということで、まあこれ答えがねルカによる福音書に出てましたね。これはパリサイ人のパン種は彼らの偽善であると、つまりパリサイ人がまあイエス様のところにやってきてね、天からの印を見せてくれと言った、見せてくださいと言った、こういうあのまあ彼らの精神、これ非常に偽善がその中には含まれているということですね。あの天からの印を彼らは偽善のうちに求める、まあ、つまり彼らはその偽善の精神に、まあ、偽善というのは先ほど言ったように自分はその罪の問題の解決にまあ興味がないと、そもそもそんな悪くないと、罪人じゃないと、献金いっぱいしてるしお祈りも上手だしね、あのいっぱい立法を守ってると、こういう状況にある時の偽善のことを言ってるわけですよね、はい、でその偽善の精神のうちに奇跡を求めるということは、まあ、自分の栄光のために奇跡を祈り求めたり、ね、またあの例えばある奇跡を提供する側がいたとした時に、その奇跡を、ね、あなた欲しかったら、まあ、こんだけお金がかかりますよとか、もう利己的な、まあ、利己主義といいますかね、これもまた偽善の精神ですね。そういうものと結びついている奇跡、これは違う例から来ているということをイエス様はここでおっしゃったわけですね。偽善に気をつけなさいと、ね、で、もう一つヘロデのパン種に気をつけなさいと。ヘロデのパン種っていうのはあのないんですよね。聖書に何がヘロデのパン種かっていうこと書いてないんだけども、実はそのちょうど同じシーンをこのマタイの16章の中でね、ヘルデのパンダネのとこがサドカイ人とのパンダネというふうに書いてありまして、そうするとこのヘルデのパンダネっていうのがサドカイ人のパンダネと同じことを意味することがわかりますね。でサドカイ人ってどういう人たちかっていうと、あの富裕層の立場のものが非常に多かったと。で彼らはまあ世の中で成功している人たち、成功したい人たちなので、まあ、彼らの最大の関心事はいかに、まあ、世の中の権力というのは政治権力ですか、それと密接に結びついて、まあ、当時はヘロデ王が、まあ、自分たちの国のね一応、まあ、王として、建てられていましたので、ヘロデ王の寵愛をいかに受けて、まああの取りね、うまく取り計らってもらえるかとか、そんなことしか彼らはね関心がなかったわけですね。だから本当にその彼らの宗教の衣の下には世俗主義というね精神が隠れていたわけですね。だからこのヘロデのパンダネとかサドカイ人のパンダネというのは世俗主義のことを言ってるわけですね、はい。で、このことに注意せよとイエス様がおっしゃったのは、いや世俗レベルで行われるですね、まあ、そういう奇跡の出どころも、まあ、世俗的な奇跡というのは全くこの罪からの救いとかね福音とかそういうものと関係ない、まあ、パフォーマンス的なものだったりですね、まあ、見た目派手だったりね、そういう、まあ、世俗的なレベルの奇跡の出どころもイエス様ではない別の例から来ているということですね、はい。でもあの
そういう奇跡の、ね、動画が結構もう出回ってますけどね、でもそれを神様からだって言い張るというか、まあ、思い込んでるんでしょうかね、まあ、思い込んでる人たちに対してイエス様は目があっても見えないのかとか、耳があっても聞こえないのか、まだ思い出さないのかと、今回の5000人4000人のこのイエス様の奇跡との原則との違いをですね、まあ、しっかりとこの思い出す必要があるということですね。はい、ですので、まあね、思い出すべきことというのはもうイエス様の奇跡の本質ですよ。その出所が一貫している、これはその秩序のうちに始まり、そして完全な秩序のうちにそれは閉じられていく。でイエス様の奇跡のテーマは罪の重荷に苦しむ者たちに対する愛と憐れみから始まってね、いくわけですよ。そして愛と憐れみによって最後は閉じていくわけですね。そして、そこにはまた他の人に分け与えることができるパンくずのようなですね、これちゃんと同じ質のもんですよ、ね、くずっていうからの味が違うとかじゃなくて、みんなが食べたのと同じ味ですよね。形は違うかもしれないんだけど、集めてるから、でも同じ質のものがそこに残るということです。愛と喜びと平和というね、そういうイエス様の、奇跡の本質がそこには残るはずであるということですね。はい、そして、それをまた他の人に渡して伝えていく、これが伝道であるということなので、まあ、イエス様の、ね、奇跡のこの本質というのは本当に人々の救いがどんどん広がっていくということだと思いますね。で、まあ、こういうことをイエス様が弟子たちに投げかけたので、弟子たちもこれが分かるようになってきたとね、はい、マタイ16の12には、その時彼らはイエスが警戒せよと言われたのはパン種のことではなく、まあ、物理的なパンが足りる足りないとかそういうことで論じてたんだけど、これパリサイサドカイの、ね、利己的だったり偽善だったり世俗的だったりするそういう教えのことであるっていうのを弟子たちは悟ったと書いてありますね。はい、まあ、このようにして私たちはですね、その本物の、奇跡か、それとも偽りの霊から来る奇跡かっていうのを、まあ、見極める一つの、まあ、イエス様の奇跡から見極めるね、一つの基準というか概念が与えられたわけですけれども、まあ、見分ける知恵といいますかね。はい、まあ、しかし、まあ、今日ですね、本当にサタンが、まあ、終わりの時代に、ね、神の民を惑わそうとしてですね、しきりに知る人奇跡を行っているという事実がありますよね。いかに私たちが、まあ、それに注意しながら歩むべきかというね。で、神様がやはりこのことを私たちにしっかりとこの見極めなさいということで、まあ、エレン・ホワイトにですね、ある幻を与えられているんですね。で、その幻っていうのが本物のイエス様の奇跡に由来する状態と違う霊からの状態っていうのをね、2つの真意をこの見せているわけですね。で、まず最初にね、これがまあイエス様から出る奇跡の霊についてですね、まあ、聖霊のことですけどね、まあ、これはエレン・ホワイトが夢の幻の中で経験したことをそのまま書いているので、まあ、聞いたとか見たっていうね、表現がありますので、まあ、これは彼女が見たことをただ書いているだけですね。この中にそのまず、死聖女という言葉が出てきますね。死聖女、なぜここに死聖女というのが出てくるかというと、実はその大祭司イエス様が父なる神様の前に立っておられる場所が死聖女であるわけです。まあ、要はイエス・キリストが復活後天に入られたその理由が、ね、天の聖女に入られた理由が最終的に死聖女でこの神の裁きを行うというね、まあ、大贖罪日というね、裁きの場面があるんですけども、その部分を理解して、そしてね、その死聖女のイエスを信仰を持って仰いでいる人たち、まあ、だからそのイエス様が今どこで何をしているかをちゃんと聖書から、しかも旧約聖書からそれを理解してね、あとヘブル人の手紙にもそれがちゃんと書いてあるので、その2つを結びつけてちゃんと理解している人たちは
至聖所に向かって我が父よあなたの霊を与えてくださいと祈るわけです。聖霊を祈り求めたわけです。するとイエス様は彼らに聖霊を注がれた。そこには何があったかというと、光と力、そして多くの愛と喜びと平和があった。あの5000人を4000人を養った時のあのパンくずの、経験をした人たちと同じ効果がここにあるわけですね。出どころは聖霊ですから全部そうなるわけですよ。この愛と喜びと平和があったというのは非常に重要なところかと思いますね。これがそのイエス様の奇跡の本質で見分ける確かな証拠になるというわけですね。そしてこのイエス様が愛と喜びと平和を与えられたということは、それ実はそのなんで愛と喜びと平和かというと、罪に苦しんでいる人たちのその罪の問題の解決がそこに見出されていくからですね。そこがあの喜びと平安なわけです。今までその罪に苦しんでいて重荷にあえいでいた人たちの心には平安はなかった、だけどそれを得た時には平安が生じてくる。でこういう助けにし聖霊の感化が及ぶこと、これを聖化と言いますよね。ですのでこの聖化の経験が、神様からの恵みのプレゼントとして与えられていく。でこの与えられたプレゼントがですね、私たちにこの私たちの品性を少しずつ変えてイエス様に似るようにしてくださって、そのようにして私たちは、救われていくというね、それがですね本当のイエス様の奇跡のね意味であると、本質とも先ほど言いましたけども、そこが一番のイエス様の奇跡の本質であると言えるかと思うんですね。そこでこういう引用文が先ほどちょっとありましたね。我々がサタンの束縛を断ち切ることができるようになること、これ一つの奇跡だって、でサタンに対しての敵意っていうのはこれは神の恵みによって植え付けられる。だから罪を嫌悪する思いっていうのは神様から来るものであるというね、頑固でもともとわがままな意志に支配されていたものがそういう支配から解き放たれて自由になることとかね、そして、天の使者を通して引き寄せられる全身全霊、引き寄せられるのに全身全霊を持って応ずること、これも一つの奇跡、ここにあるようにもう神様に前向きに、応じていくようにね、これ新しい心、新しい霊があなたのうちに授けられるというね、この神様の約束がまさに一つ一つ成就している、これが奇跡であるということですね。そしてこれとても重要です。人間の心が変化していく、聖化と言いましたけど、聖化は心の変化を伴うものですね。それは品性が一変すること、これは一つの奇跡であって、そして生きておられる救い主が魂を救うために天の至聖所で大祭司として働いておられる証拠であると。そしてその感化によってその人が変えられてキリストに似るようになって矛盾のない生活ができるようになってきたときに、これ大きな一つの大きな奇跡であるということですね。こういう聖化神聖の力、これをイエス様は私たちに今お与えくださるわけですね。これ何よりも神の恵みのプレゼントそのものかと思いますけれども、全くこれと関係ない奇跡に没頭しているクリスチャンの姿もまた見せられていたわけです。エレン・ホワイトはね、これがその、違う例の奇跡ですね。私は御座の前でまだ頭を垂れている人々を見ようと思って振り返った。彼らはイエスがそこを去られたことを知らなかった。これ天に昇天したっていうことは知っていると。だけど天に昇天してイエス様がどこで何してるか知らない人たちがそこにいて、そしてサタンはどこにいるかっていうとその辺りにいると。その辺りっていうのはこれは
まあ、昇天して第一の部屋に入ってますからね、まあ、その第一の部屋のあたりにサタンはこう隠れてるような感じですかね、神の働きを行おうとするかのようにこう隙を伺っていて、そして私は彼らが御座を見上げて父よあなたの霊をお与えくださいと、まあ、同じ祈りですよね、まあ、聖霊を祈り求めた、その祈りに対して誰が応じるかというとサタンがすぐに応じるわけです。彼らに汚れた力を吹き込むと。でサタンはその奇跡には光と多くの力があったので一見見た感じ区別がつきませんということなんですね。でもこれを識別するものが何か、温かな愛、喜び、平和はなかったとあります。ですので見ただけではわからない、これを区別する部分をね、愛、喜び、平和がないというところで私たちはこれ見抜かないといけないんですね。まあ、サタンはそのようにして神の子供たちを欺いて、そしてまあ引きずり込むこと、惑わすこと、これが今のサタンのね目的であるということですね。はい。ところがですね、まあ、今初代文集というのを引用してますけども、これってその初期のエレン・ホワイトのさまざまな経験とか幻とかをこう抜粋して集めたものなんですね。で抜粋するときにその編集者がですね、まあ、ある部分だけをそう取ったりするような、ね、そういう編集がなされている場合があるわけですね。でその削除された部分が、ね、そんなに重要じゃなければいいんですけども、削除された部分が非常に重要な部分を含んでいることすらあるということでね。で実はその部分が、そういうこの後にですね、彼らを引き戻し惑わすことであったの後に削除されている部分があって、それをちょっとね出すと、この惑わすことであったの後ですよね、括弧のとこですね、括弧のとこ、私は死聖所におられるイエスに祈っていた組から一人一人立ち去って御座の前の組に加わり、サタンの清くない感化を受けるのを見たとあります。これ非常に怖いことなんですね。なぜかというと、まず死聖所におられるイエス様に祈っていたということなので、イエス様がどこで何をしておられるか、今私たちが何をすべきかという現代の真理を知っている人たちなんですよ。だけどもその中から一人一人立ち去るっていうんですよ。でどこに立ち去っていくかというと、御座の前の組っていうのは先ほどのパリサイ人とサドカイ人のパンダネの教えに影響を受けている、偽りの霊に心を奪われている人たちの組に加わり、そしてサタンはそこに違う霊を注いでいたのに漏れなく彼らもサタンの清くない感化を受けるのを見たと書いてあるんですね。非常にこれは恐ろしいことです。現代の真理を知っているのにもかかわらず奇跡のことに心がとらわれて本質を見失っているということですね。そしてサタンの清くない感化を受けるうちにイエス様に似なければならない時間はどんどん過ぎ去っていく、ね、奇跡に心がとらわれているうちにですよ、サタンはそのようなことを今しているということが実は書いてあったんです、ね、初代文書にはこれはない部分ですけども、英文にはこれちゃんと残ってるんですよね。はい。ですので私たちはね、現代の真理を知って学んでいたら安全か安心かとんでもないんですね。それ知ってるだけではダメだということです。なぜかというと現代の真理は体験しなければならない真理なんです。そしてその体験こそイエス様に似るというその神の契約の成就に至るまでの知識が現代の真理、私たちが神の裁きに耐えられるように神様は私たちを今作り変えてくださるので、そこに信仰を全力で注ぎなさい、これが現代の真理、神の裁きが近いですね。そこで私たちは今どこに信仰の目を向けているかというところが非常に問われるかと思いますね。
はい、そして唯一私たちがね安全にこの命の木の道を歩むためには、まあ、天国へのねその道を唯一歩むためには、毎日イエス様からこの天来のパン、イエス様が私たちにお与えくださるパンを、霊的な、この糧を毎日私たちはイエス様からいただくことで養ってもらわなければならないということですね。5000人の、ね、人たちを養ったあのパン、最初5つしかありませんでしたね。4000人でも7個しかなかったわけですね。だけどこの2つのユダヤ人の、ね、そして異邦人の奇跡、それぞれのパンは5個と7個合わせると12個になるわけですね。12個のパンって言ったら、聖女の第一の部屋に置いてあるあの備えのパンですよね。はい、私たちが信仰を持ってですね、イエス様にその天の備えのパンを持って私を養ってください、そのようにへり下ってイエス様に霊的な糧を祈り求めるときに、イエス様はそれを惜しみなく私たちに与えてくださるということをぜひ覚えていたいと思います。このことを私たちが理解したときに、私たちはなぜ悟らないのかと言われない、あなたはこれを理解して悟ったとイエス様からねおっしゃっていただけることになるかと思います。はい、ですので私たちもパリサイ人のパン種、サドカイ人のパン種に気をつけて、すなわち偽善や世俗主義、そういうものに関わりがある奇跡に私たちは目を向けるべきではなく、ただ天の至聖所におられるイエス様から与えられる日ごとのパンに目を向けていきたいと思います。はい、ということでこの学びを祈りを持って終わりたいと思います。一言じゃお祈りをさせていただきます。愛するご在天のお父様、今回はまた非常に深く難しいテーマではありましたけれども、目に見えるものではなく本質を私たちは知り求めていきたいと思います。あなた様の側に、備えられている、私たちの救いの根拠は、天に宝としてすでに蓄えられております。惜しみなくそこから私たちに注がれるこの御霊の感化力を私たちは祈り求めたいと思います。それに欠落するものではありますけれども、主よどうぞ私たちの霊の糧を持って、心を満たしてくださり、また私たちの物理的な肉の糧をもお与えくださって、私たちが地上で安心して生活できるようにお導きをお与えください。この祈りを感謝して愛する救い主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。